三千院は京都市街の北東に位置する山中。かつては奇人や仏教修行者の院政の地として知られた大原の里にあります。聖霊院、妙法院とともに天台宗三門派の一つに数えられます。三千院に向かう途中、横道を登ったところにある展望所、見渡す限り大原の里という看板が立っています。里山らしいほっこりする風景が広がっています。三千院は8世紀、最澄の時代に比叡山に建立された圓遊坊に起源を持ち、後に比叡山登録の坂本に移され、度重なる移転の後、1871年、明治4年に現在地に移ったものです。客殿庭園の主壁園は、池泉観賞式庭園で、東部は山黒を利用した上下二段式とし、南部は円形と瓢箪形の池泉を結んでいます。わらべ地蔵は石彫刻家の杉村隆の手によるものです。昭和2年835年、円仁慈覚大師によって開かれたと伝えられます。寛仁4年1020年、寂言が延暦寺の僧である覚長と偏休を称請して本堂で法華発行を開きました。大原入道少将と呼ばれた寂言の名前にちなんで、これを大原談義と称しました。この時本尊が自身の意を方向によって表し、集まった聴衆は大いに驚き、本尊は証拠の阿弥陀と称されるようになりました。